14時間生放送でしょ、うん、いい機会だから今日は素健さんがね、うん、今までどんだけ多くの楽曲っていうのを制作されたかをずらっと並べてみたの、うんうん、そう、うん、のでちょっと皆さんにもまずそれを見ていただきたいと思ってます、うん、あそうカメラさんすいませんちょっと手前映してくださいお願いします。いやすごくないこれこの絵面。これはいろんな FF タイトル集めましたじゃ ないのね。あのねファイナルファンタジー14っていうゲームだけので、うん、なんと、うん、29作品ですって。そんなんの？うん、そんなあるんだって。でね、うん、収録してる曲数、うん、ざっくりですよ、うん、ざっくりで1100曲いやさ、悪い言い方するとさ、うん、バカじゃねえの？あのね、それはご自身のことをおっしゃってますけど、まあバカだと思います。そうだね、バカだなもうな。ここまで来るとバカだね。そうなの。うん、ね、その1100曲って言っても想像つかないでしょ。うん、これ曲をその1100曲をね、わーって流すじゃない。うん。うん、あのね、3.5 日持つって。どう？だから要はトラそのここに目の前に広がってるでしょこのブルーレイたちが、うんうん、まあレコードとかもあるけど、うん、その中の曲を全部ブワーってリストにして再生ってやるとオールプレイをするとオールプレイをすると終わるのが 3.5 日後だから、ね、寝ないと成り立たねえなもう3日とかもうちょっと頑張って、うん、あと 1.5 日分頑張って作ってくれるとご営業日持つからそうねやめようよもうでもうちょっと言うと1100曲でしょ、うん、あと300曲足してくれると、うん、14っぽくて霧のいい数字になるじゃあもうちょっと作るかぜひいつまで続けんだろうね本当このペースでね本当大体さ14時間生放送って言えばだよ、うん、あの俺にとっては割とさ鬼門なんだよ、うん、っていうのはさ一番最初のなんか14時間生放送かなんかでおやおや、うんうん、そのインスタンスダンジョンあるじゃない要は、うん、あの4人パーティーでライトパーティーで組んでいくダンジョンあるでしょ、はいはい、あるだあれはさだコストとかいろいろあってさ、うん、そのあのコストっていうのは金じゃなくて時間ね、うん、制作時間、はい、まあ、限られたねそうこの日からこの日まで作ってくださいから、ね、そうでそこで、まあ、俺しかその時いなかったから、うん、マンパワー的に一人で作れる曲の限界ってあるじゃん時間がこれ限られてるからあるあるあるその時にそのインスタンスダンジョンの曲をオリジナルで作ってたらとても間に合わないからじゃあその戦闘の時は汎用にして入り口でこのダンジョンはこういう雰囲気なんだよっていう説明 BGM をさーっと1分ぐらい流して、うんはい、あとは汎用の曲が3つぐらいあってそれをこうくるくる回すみたいな感じしてたんだけど、うん、14時間生放送一番最初やった時になんだっけシリウス大灯台かなんかのさ、ねはい、が A からフル尺作れっていうなんかむちゃくちゃ来て、うん、でそれをその生放送中に作らされたのよ14時間生放送で覚えてます覚えてます覚えてるでしょ、はいこれでインスタンスダンジョン1個にさ、うん、専用の曲ついちゃったわけじゃんそうですねそしたらもう他もそれだけ特別扱いするわけいかないじゃんその通りですね別になんか特別なダンジョンってわけじゃない普通のさ、はい、コンテンツダンジョンだからそうですねそれでさしれっとそっから先さ全部インスタンスダンジョンの発注がしれってくるわけだよオリジナルではい、はい、これで今にいたんだよいや本当にありがとうございますだからこうなっちゃうんだよ本当にありがとうございます